今日から発売ですって聞いて、初めに思ったのは、チーズバーガーと野菜バーガーあった時に、どちら買います？普通ね、ハンバーガーを食べたい時には、がっつり牛肉食べたいっていう時に買うわけじゃないですか。ですので、こちらのガーデンバーガーの方は、ヘルシーなのはわかるけど、そのボリューム感がなくて、ちょっと物足らないんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことはないですね。お腹いっぱいになりますね。ガーデンバーガー、お買い物いかがでしょうか？いかがでしょうか？はい、今日はコストコさんでガーデンバーガーという新しいハンバーガーを見つけましたので、早速買ってきました。これチーズバーガーと同じ680円するんですよ。コストコさんのチーズバーガーというのは特別でかくて、ビーフ 100% のパテが 170g 入った超でかい某ビッグマックよりも大きいバーガーを食べたいということになった時に買いに行くのがコストコさんのチーズバーガーなんですけど、今回はガーデンバーガー。何？ガーデンバーガーって何？と思ったんですけど、ベジタブルバーガー。野菜だけで作ったハンバーガーのようです。日本のコストコさんで今日初らしいんです。もうパテの厚さが半端ないですよね。この量なんですよ。チーズバーガーも以前2枚パテだったんですけど、今は1枚ですよね。で、これも同じ 170g の1枚なんですけど、チーズバーガーのパテと比べて厚みがさらに厚くなってます。じゃーん、チーズが乗ってまして、これはチェダーチーズですね。チェダーチーズのその下にはカレー風味のものが乗ってますね。その下には野菜、トマトが3切れとレタスが乗ってます。はい、それでは早速食べてみましょう。こういうバーガーはバラさずにそのまま食べるのが醍醐味だと思いますね。うん、お、なかなかいけますね。しかもこれビーフを食べてるような満足感も得られると思います。これ一つでむちゃくちゃお腹が膨れそうです。フードコートでは玉ねぎ入れ放題っていうソーダまでついて180円というスペシャルメニューがありますので、それを買われる方が一番多いかと思うんですけど、チーズバーガー食べるときには某ビッグマックよりもでかいバーガーをガブッと食べたいっていう、なんかそういう衝撃に駆られたときに食べるんですけど、これもなかなかいいですよね。ちょっとそのカロリーを気にしてしまうとか、ヘルシーでいて、まあ、これ、でかいから、ヘルシーかどうかちょっとわからないですね。まあ、ビーフがない分だけヘルシーなのは間違いないと思うんですけど、お腹いっぱいになって膨れますので、満足感はすごく高くて、まあ、すべて野菜っていうことなので、罪悪感はなく、どんどん食べれるものだと思います。これは、いいものを、発売したと思いますね。コストコさんのフードコート、メニューがどんどん変わっていきますので、このガーデンバーガーもいつまであるかっていうのは今のところ未定だと思います。もし今度コストコさん行かれて発見したら購入されればいいと思います。今日初日ということで、お店の中でもガーデンバーガー今日から発売ですってすごくアナウンスをしていたんですよ。で、それにつられて買う方がどんどんおられましたので、今コストコさんでは一押しの商品だと思います。あまり知られてない情報なんですけど、コストコさんのフードコートっていうのは実は会員じゃなくてもフードコートだけなら入れるという店舗が結構多いんですよ。ホームページで確認いただければと思うんですけど、フードコート会員じゃないと入れない店舗というのは2店舗だけだったかな。あとはその会員じゃなくてもフードコート行きたいんですって言えば会員じゃなくても通していただけますので、近くにコストコさんあってこれだけ食べたいなっていう方はぜひ試してみてください。はい、今日は新しく発売されたガーデンバーガーのご紹介でした。大豆で作ったパテのようなんですけど、全部野菜ですので、ダイエット中の方も罪悪感なしで食べれるかと思います。
これはおすすめ。680円でかなり高いんですけど、おすすめです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。